ハロー皆さんこんばんは。プチプチです。今回ですね、なんと多分昨日、多分この動画出すと、この動画は多分次の日に出てると思うんで、多分昨日アップデが来ました。今回そのアップデによって、まあ、いろんな武器やいろんなスペシャル、いろんなものが変わってきたんですけど、まあ、今回そのソイチューバー、うん、え、俺ユーチューバー、いやー面白かったね今のギャグ、うん、誰も聞いてねえや。ところでですね、今回そのソイチューバーがアップできて若干強くなったらしい。では今回ソイチューバーをちょっと説明していくんですけど、まあソイチューバーって言ったら、まあ何が他の武器と違うんだ。そう、おい、これ灯油組むやつじゃねえかよ。いや、そこじゃない、そこじゃない。本当はですね、このチャージャーと呼ばれる武器なんですけど、まあとりあえずね、溜めがものすごく短いね、こうチャージがものすごく短い。そしてなんといってもこの武器の特徴が、このチャージした後にこう動けるこの溜めの期間、これがものすごく長いんですよ。あ、終わった。で、今回何が修正されたかというと、フルチャージにかかる時間を5分の60秒減らしたっていう。どのぐらい減らしたか、なんかよくわかんねえわ。なんかに例えてくれよ。まあ、とりあえず、まあ、短くなったっていうことでしょう。それとですね、このキープ時間が60分の5秒減りました。はい。はい。まあ、どれぐらいなのかよくわからない。まあ、ちょっとね、計算機とか何も持ってないので、どれぐらい、まあ、短くなったかっていうのは、やっぱり体で体験してみないとなっていうところがあります。ということで、早速。まあ、前回だとね、若干ね、まあ他の武器より少し長いかなぐらいだったんだよ。でも今回は本当に、こうやって移動するじゃん。で、こう、やべ、あっちにいるって言って、こう行って、はーいみたいなね。うん。なんか短くなったよね。うん。ということで、このソイチューバーを使って、今日はですね、イカ速3つつけて、やっていこうと思います。というわけでやっていきましょう。ソイチューバーですね、僕使ったこと1回もないので、まあ使えるかどうかほんと心配です。やっていきましょう。とりあえずガチマッチで、まあ、キルしやすい方を持ってきました。あれ、これガチマッチじゃね。あ、よかったよかった、オッケー。まあ、しかもね、僕全然あんまりねやらないから、まだ B 体なんですよね。まず溜めて、よし。あ、ちくしょ、逃げられた。いるよな。あー、ここで、あー、嘘、俺のキル取られたんだけど。嘘でしょ、ちょっとそれはない。うわー、ちょっと待って、あのさ、感度若干遅くしちゃったから、このなんて、後ろにいた時のこの対応ができなくなった。ちょっと待ってね、ちゃんとキルしたところを見せるから。うわー、もうまたこの人来るわー。ほんとこいつよく来るわー。まだ全然キルできない。まだ全然1キルもしてないよ。ヤグラだからさ、あのさ、待ってればいいじゃん、チャージャーって。届かないわ。待て、あー、待って、嘘、こいつそれ聞いてない。マジかよ。マジ接近つれえわー。ちょ待って、全然もうほんとダメダメだわ今日ね。今日さっきまで寝てたからね。寝て、やっべ、今日スプラのアプリだったわっていう。あい、え、おい、やったやっとキルできたよ。ちょ、ほんとにさ、ソイチューバー難しくない？なんかさ、最近ソイチューバーの動画出てないって思ったらさ、やっぱみんなさ、これ使い慣れないのかな。俺やっぱスクイックになる。だからなんでガードなんで当てたと思ったらあれだよね、すぐなんかそのボディーアーマーをつけてくる感じの、もうボディーソープつけてろよって感じ。よっしゃ、
イエーイ、勝った。結果が良ければよし。さあやっていきましょう。なんかルール変わっちゃってガチエリアになりました。まあガチエリアでね、ソイチューバー、まあまあ、真っ黒そっちのコメントしちゃったわ。よし行きましょう。まあね、僕スプラ実況者なのにあまり上手くないっていう。よし、あれバレてっかな、あれ。え、待って、逃げる、一旦逃げる。待って、早く、何やってんのね、塗ってくれよマジで。ああ、もう最悪。ねえ、ほんとさ、なんで塗ってくんないの味方。俺ちょっと排除しに行きたい系だからさ、マジで動画だからね、ほんとはさ塗りたい系の感じだけどさ。よし、オッケーオッケー。いいよ、俺が仕留めるよ。あー、俺やりたかったな。まあいいや、ちょっと今回キルできるかも。やべやべやべ、もう あいつと遊びたくねえよ俺。やべ、外した外した外した。イエーイ、今のなんか面白いキルだったな。あんましっかり溜めないんだよね俺、遠くない時。危ない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 。どこにいる？そこか。よし、塗る。え、やべ、あまり、とりあえず逃げます。このゲーム逃げるが勝ちだから、若干そういうとこあるよね。あ、ユーサー外した。やばいやばいやばいよ、待って、やばい、本当にやばい。塗られてこっち逃げようぜ。畜生、届かないんだよな。オッケー、カウントストップしたよ。イエーイ、よっしゃ、一キルしただけで喜ぶ俺、かわいいでしょ。いや待って、もうほんと上からも来てるじゃん。もうプリン、俺の大好きな食べ物だよ。まあさっきよりはまあ若干キルできてるけど、ちょっとまずいな、ちょっとほんとに下手くそって言われるよ。まあ、下手くそだからいいんだけど、上手い人が下手くそって言われるとちょっとあれだよね。あれはね、あれはね、あれはね、あれはね。田中お前、田中お前、田中じゃねえ。なんでもないっす。どうだ、決まった。今のキルは若干良かった、若干。どこだ？あ、いるね、あそこにたくさん。来てる来てる来てるぞ。やばい、行け。うわー、もう田中お前、田中お前、何やっとんねん田中お前。いやマジでちょっとやべえわ、超下手くそだわ俺。まず全然当たらないんだよねいや俺ソイチューバーなんか紹介してる、紹介してるやつがめちゃくちゃ下手くそっていうね。よし、当たれ。うわー、マジね、俺さマジプロコンないからきついんだよねマジで。いつもなんだっけ、ちっちゃい画面のやつ、なんかもうパッドでやってるんだよね。だから体を動かせるからいいんだけどさ
あばい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 。ちょっとなんで今バレなかったのか不思議だわ。やばいやばいやばい、ちょっとまずい。いけ、ちょっと今のはやべえ。早く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 しなきゃ。おいやべえぞ、おいやべえぞ、誰か止めてくれ。おい嘘だろ、おい嘘って言ってくれ、おい嘘だろマジで。おいおい、おい今のはちょっとまずいわ。そんなことってあるか。うわめっちゃなえるわ今のは。自動販売機でさ、こうルーレットあるじゃん、当たりの7773。なんで 3？ おいラッキーセブンどこ行ったのっていう感じのあれに似てるわ。さあ最後のマッチやっていきましょう。まあ今度こそはちゃんとかっこいいキルを見せたいと思います。まあ、今回遊んでいく感じだからね、うん、ガチでやらない、ガチマッチだけどガチでやらない。そうやるけどね、ガチでガチでやってるんだけど、もうソイチューバー全然使わないんだって、ほんとマジで。だからなんかさ、スクイックリンだとこうなんか若干速くてパパパパパって言ってんじゃん。スクイックリン的な感じでやってしまうのがちょっと癖。あ、バレてんなあれ、絶対バレてんなあれ。ナイスやるか。オッケー、あーそこに、オッケー、危ない危ない危ない。やべえぞ、あれはあれはまずい、一旦逃げろ。よし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 、いいぞ、下から切るぞ。おいしぇー、わへー、いいぞ、意外とキルしてるっていう今回は。あ、やべ、あ、くそ、やべ、意外と今回できてるぞ。よしよし、とりあえずインク貯めて、キル来るぞ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 。オッケー、はあはあ、もうなんでなんでそんなにみんなしてそんなところにいるの。きっと寂しがり屋なのかな、うん、一人で多分あゲームできない系の人たちだ。来る、オッケー、うわ俺のチャージがちょっと早ければ、トキちゃん、トキちゃんって言ったよね。だ、あ、じゃあ、それ、すずちゃんだ。懐かしい、すずちゃん。やべえぞ、カウントリードされたよ。おい、マジかよ、みんな頑張ってくれよ。オッケー、おーい、いけ。ナイス、いいぞ。オッケー、塗った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 。無理やり感すごいけど塗った。え？え？え？そこにいたの？おい、マジか。でも大丈夫、このまま行けば多分いけるはず。やべ、飛んじった。飛んじった飛んじった飛んじった。大丈夫。あー、危ない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 。まあそうなるよな。うん。まあそうなることはまあ分かってた。分かってたけど、やっぱ自分は認められないところがあったなんか。うん。まだちょっと希望を感じてた時もあったかもしれない。バレてる。おっぷな。いけ、あー間に合わなかった。マジかよ、俺今日頑張ったよマジで、めちゃくちゃ頑張ったのにさ。そりゃねえってよ。ジャッジくん、ちょっと右にずらせないのね、なんか賄賂払うから。ダメ、
ダメなんかい。ほら頑張ってる7キル。いや俺結構チャージャーにしては頑張ったかもしれない。というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。ソイチューバーやっぱりトギを組む時だけ使いましょう。まあ、火事になるかもしれませんしね。ということでまた次回やっていきましょう。もしこの動画面白いなと思ってくれたらチャンネル登録と高評価ボタン、ツイッターの方フォローよろしくお願いします。では、いかよろしく。